山本ゆりです。今日はフライパン一つで簡単に作れるもやしと豚こまのビビンバ風を作ります。ビビンバは韓国語で混ぜご飯という意味です。石焼きビビンバ専用の器がなくても、あのご飯のカリッとしたおこげはフライパン一つで作れます。まずはじめに豚こま切れ肉を切ります。もともと切れてるんですけど、ご飯とよくなじむように細かく切ります。豆板醤とお砂糖とお味噌でちょっとコチュジャンっぽくしています。じゃあ豚肉を炒めます。色が変わるまでしっかり炒めます。色が変わったらもやしを入れます。でもやしがしんなりしたら、ここで片栗粉を全体に振り入れます。これが絡まりましたら、合わせ調味料を入れます。全体的に絡めたら、一旦具をどけます。この先ほど使ってタレがこびりついたフライパンにごま油を入れます。でここでよく熱します。こびりついたタレとごま油がちょうどいい美味しい焦げ目になるので、ご飯をフライパン全体に広げます。先ほどの具を全体にもう広げて、もうタレもこうご飯に染みていっておこげになればいいなっていう。でこのままちょっと強火でおこげを作ります。こんな感じで焦げ目がついたらもう火を止めてしまって、真ん中に温泉卵を乗せます。もうこの辺のトッピングはもう本当に自由に何でも大丈夫です。はい、これで、もやしと豚こまのビビンバ風完成です。フライパン一つで簡単にできます。フライパンごと食卓に出すんで、洗い物が少なくて済むのもポイントです。今回の料理はレシピブログマガジンボリューム4に掲載しています。他のレシピは私のブログ含み笑いのカフェご飯春婚で紹介しています。それからこのビデリシャス、ぜひチャンネル登録お願いします。